そういや、栄光の証を集めるのってリーグ以外ない？リーグはベスト。リーグ出て、あと、その無神ダンジョンっていうところからも一応出るけど、そんなに効率は良くない。むしろ無神ダンジョンに入るのに栄光の、いや、必要まであるからさ。あ、栄誉の証か。あんま効率良くないね。一生5000個集まる気がしない。そうそう、みんなそこはね。で、栄誉の証は、今ちょっと紹介しようか。すげえ簡単なやり方だから。もう誰でも簡単に。で、もうそれやるとまたもちチョコさんとかにさ、いやいや、そんなことねえからみたいな、ツッコミ入れられちゃうんだけど。このポイントリーってとこに、これ、今すぐやればできないよ。ゆくゆくはって話ね。ラムネさんに一応、そういうやり方もあるよって話だよね。もうバトルポイントっていうので、もう勝利ブースターっていうアイテムあるんだよ。これは、交換ポイント5000ポイントで、これは栄誉の証5000じゃなくて、バトルポイント5000ポイントなのね。これね、バトルポイント5000ポイント。もう俺も17万ぐらい持ってるから、ラムネさんもそこそこ持ってると思うんだよ。もう簡単に稼げるから、このポイントは。タイタンとか CS とかちゃんと出てればね。またマシュマザン的なことを言ってるけど、俺の中では簡単に集まるからって話だわね。ラムネさんからしたらもしかしたら簡単じゃないかもしれないよ。で、これ5000ポイントで買うと、リーグに出た時の、もらえる栄誉の証が2倍になるんですよ、これ。これラムネさんだけじゃなくて、今見てる皆さん2倍になるからね。ラムネさんだけ2倍じゃないな。速攻地図交換してるからないよ、わら。ああ、地図交換しちゃってんだ。ただそういう使い道もあるって話ね、じゃあ。で、この栄誉の証が2倍になるから、もう今5000個集めるの大変なんでしょ？今俺1100個ぐらいしかないけど。それを、無理無理、わら。そう、2500個集める労力で、これを使えば5000個になりますっていう話だ。倍の速度で集まる。それってリーグ1回参加分、1戦だけ倍？いや、違います。この勝利ブースターを使うと、10リーグ分の回数券がもらえるの。10リーグ分ね。すっげえわかりやすく話すよ。10リーグ分。1リーグは、1回参加するのさ、これ6試合できるじゃん。1時間ぐらいで。だから60戦闘分の回数券になってるの。10回。その代わり、この回数券1回ちぎって1回リーグに出ちゃうって、1試合やって、そう、1試合やって、ドロップアウトして、もうアーリーさんに当たってフルボッコになって、もう勝てねえから今日もうやめますとか言って、撤退しちゃうと、それでも回数券1枚ちぎられちゃうから、1回出たら6試合全部出た方がいいや。わかります？その説明で。つまり、1時間分かかっちゃうの。結構時間かかるんだよね。だから、まあ、全部出たら60試合。わかるわかる。わら。で、1日、リーグって12時と4時。参加申請をしたタイミングでチケット切られる感じ？切られる、切られる。だから、1日12時、16時、20時、0時って4回あるから、2.5 日で全部消化できるんだよ、これ。10回分から。まあ、毎回改正されたらの話ね。あ、どうも、一六三さん、ありがとうございます。毎回開催されたらの話ね。で、さらに、これ注意点がいっぱいあるから、全部喋りきらないといけないんだけど、一応脳みそで詰まる。こちょことおまもちょこらる隠しのユミス四天王に、復帰後に勝利なんやで、わら。そうそうそう。その話も今からしますわ。いっぱい詰め込まないといけない情報があるからさ。それ途中で人いなくて終わったら泣きそう、わら。それは、リーグは、途中で人がいなくなっても、終わんないんですよ。終わんないの。それで稼げるわけない、わらわら。そう。開催さえされちゃえば、6試合全部、開催されますから、これ。で、開催される条件っていうのは、まあ、下のサーバーメインで今話そう。ユミスの話はちょっと置いといて、この後話すわ。順番があるから。下のサーバーメインで話しますね。下のサーバーは0時とか開催されないじゃん。開催されないから、なんとかしてこれ開催させないといけないのよ。その時に、4人、4キャラクターね。4キャラクター参加申請を押してれば、リーグは開催されます。つまり、ラムネさんのサブも含め、3キャラクター申し込みます。あと1人、まあ、俺でもいいけど、俺多分ログインしてないから、まあ、アーニーさんとかもいなかったギルドメンバー誰か頼んで、1キャラでいいか出してくれよって頼むんですよ。そうすると、その時に、4キャラになるじゃん。サムネさんのキャラと、誰か1人で。で、開催されますから。それ途中で他の人いなくなってもドッペルでやれるんで？
参加申請して開催されなかった場合はさすがにチケット切られないよね。切られない。そのサーバーはとにかくそんな感じで、開催させれば OK だな。で、ドッペルと戦って、勝利ポイントももらえるし、バトルポイントも2倍になるし、まあそれで解決だからさ。ラムネさんはそれで OK だね。流れは理解した。わら。そうそうそう。で、まあ注意点がいっぱいあるから、その注意点は別に、ラムネさんは多分必要ないと思うからさ。サンライズさんにとって必要なわけで、サンライズさんというか、サのサーバー以外の人、ワンチャン K さんもその注意点は必要だと思うんで、で、注意点がね、結構あるんだよね。まず一つ目の注意点が、勝利しないとポイントもらえないからね、これ。勝利ブースターだから。敗戦しても一応栄誉の証ってもらえるけど、敗戦した場合は、そもそもポイント少ねえからさ、お前2倍になってもしょうがないからさ、もらえないからね、これ。だから、サンライズさんはそれを言いたいんだよ。まあ、おもちそこさんとかも。魔境で、だそういう人は20時リーグに出なきゃいいんだよ。単純に。20時だから、いろんな人がいっぱい出てきて、みんな強いわけじゃん。で、みんな強い人が出てきて、勝てないのも当たり前なわけじゃん。で、その時に勝利ブースター使って出て、ポイントもらえないのももう当たり前だから、で、6回の回数券があるわけで、そこで全敗しました。6連敗しました。回数券1枚切られました。もったいないよね。うん、それはもう出ない。出ない。まあ、いろんな戦術があるからね。で、レイジとかは比較的に、まあ、コチョコさんは出てるのかもしれないけど、人が少ないです。6戦全敗はさすがになくて、またまたまドッペルとかも当たります。そしたら、まあ、ちょっと眠い目こすって、レイジに勝利ブースター使った日に出ればいいですよね。まあ、それは、スタノーサーバーでも昔はあったよ。あった。みんなさ、欲しくてさ、栄誉の証2倍で、勝利ブースター買って出てくるんだけど、もうそこで、どっかの製品がさ、めちゃめちゃ、プラス10の装備でさ、生きてリーグで出てきてんだよね。で、もう容赦なく起こすわけよ。相手が勝利ブースター使ったとか知らないからさ。俺じゃないよ。まあ俺かもしれない。着熱とか頭のおかしいところで撃ってくんだよ。で、そんな中でも、なんとかさ、耐久グッテマドッペルとか、いろんな他の人と戦って勝利して、みんな2倍のポイントをコツコツ稼いできたわけですよ。もうそういう歴史もあると。まあ、対策はしてるけど、多分、順番に話しますかな、わら。そう。他のところに行ってた方がいい。そうでしょ。で、二つ目の注意点ね。それで、とりあえずユミス問題は解決したかな。皆さん理解できましたか。とりあえず逃げろと。無理して、回数券ちぎる人ねえぞ。で、次の対策、というか注意点は、これ、一枚買っただけじゃ、絶対行かないから。5000に。何枚も買わなきゃダメだから。何枚も。それはわかりますよね。当然、6連勝なんてできる強いやつはさ、もうとっくの昔に持ってっからさ、この、栄誉の証。みんな6連勝できないから、その6連勝するために、この栄誉の証で、もうネックレス交換しようって、ムーブに出てるわけでしょ。だからそういう人は2枚目、3枚目買わなきゃいけないんだけど、これもしかしたら、仕様変更されてるかもしれないんだけど、10回目の回数券が、プチってリーグ参加した時に、いられる時に、その時点で2倍ブースターが切れちゃうんだよ、これ。ちょっと説明難しいんだけど、つまり9回分しかないの。そういう仕様なんだよ。今10回分ありますって言ったけど、額面の表示は10になってんだけど、9回分しか適用されないの。これ1枚ちぎっても。だから、でも、額面は10って書いてあるんだけど、それを10回分使う、丸々使う方法があるんですよ。それは、この10回目の効果が切れる前に、もう1回これを買って、使用するの。つまり残り回数券11回みたいな状態にしてからリーグに出る。そうすると、その10回目の分の、その2倍になるっていう適用も生きたまま、次の回数券に移行するから、次の回数券を使ってなかった時は9回で終わったって損しちゃうからね。4500ポイント分くらいしか身が取れないんだ。それはちょっとした小技です。もう元々そういう仕様だからこれ。助かる。元々そういう仕様なんで、それは2つ目の注意点です。3つ目の注意点が、CS
とかタイタンとかに出場しても1回回数券切られます。もう恐ろしい CM なんだけど、それは注意してください。 CS ってさ、そもそも1試合とか全然参加してないんだったら2試合とかしか出ないじゃん。それでも6試合分の回数券1枚ちぎられちゃうからね。だからなんならこの勝利ブースター使った人はもうしばらく CS とかタイタン出ない方がいい。タイタン優勝できるぐらい何試合もやる人だったらいいけど、優勝したとしても4試合ぐらいしかないからさ、6試合分使っちゃうのもったいないじゃん。だから俺はよくやってたのは、そのタイタンと CS で両方出てたから、どうせ2回分無駄になっちゃうからさ、そう、タイタンと CS でも消費されるから、まあ、例えばタイタンの CS 出る人、俺はそうだったんだけど、出てた時は土曜日の16時のリーグでちょうどこのブースターが切れるようにしてたの。さっき切れたら9回しか使えないからもったいねえじゃんって言ってたけど、結局そこで2枚目を継続して買ったとしてもタイタンと CS で2回分損しちゃうからさ、だったら1回分損して1枚切った方がいいから、でタイタン終了したその次の0時にもう1枚使うようにしてた。これはね、まあ、そんなめんどくせえことしなくても別に1500ポイントぐらいまだ貯めれる。まあ1000ポイントか、タイタンと CS2 回分、まあ、そもそも出なきゃいいんだよタイタンと CS に。そのリーグブースター使って無駄にしたくない人はね、まあ、それが注意点3つ目です。以上がこの勝利ブースターの使い方。まあ、ただ5000ポイント貯めるの大変だから2倍労力かかるかな、もしなかったらさ、なんとかして早くやろうよっていう話ですね。だいたいこんな感じかな。まあ、ラムネさんはタイタン CS 出ないだろうから、その3つ目の注意点いらないし、サンライズさんはこの注意点必要だからね。タイタン CS 出てるから。そこでもポイント消費されますが、そもそも使ってると思うんだよね、勝利ブースターを。だってこれ今、5000ポイントどころじゃねえから。1万5000ポイント必要なんだよ。指輪とネックレスで。